こんにちは。お、なんかディレクター今日もいろいろ並んでますね。そうですね、相変わらず季節感はないですけど。最近買ったものたちですか、これは。そうですね、一応あの監督の方から最近買ったものを用意してくれる。そうですね、最近買ったものですけど、本当になんかサンダルとか貼ったりとかして。そうですね、私基本あの季節関係ないので、買い物仕方が。言ってましたもんね。はい、ちょっとずれてるので申し訳ないですけど。でもなんか、はい、いろいろ聞きたいんで、この後紹介してください。はい、お願いします。はい、では早速紹介していきたいと思います。お願いします。はい、まずバッグですね。スモールバッグです。やっぱバッグなんですか、それ。はい、やはり私バッグばっかり買うので。ディレクターイメージありますね。はい、これをまたなんですかね、私の好きなショルダーバッグ。どちらのブランドなんですか。これはザ・ローズ。最近よく聞きますね。はい、こちらバナナバッグっていう、ちょっとお出かけの時に使う感じですね。こちら、あ、なんか小ぶりでいいですね。はい、なんかレザーの質感もすごくいいんですよ。ここから見てても綺麗ですもんね。はい、これちょうど私、まあ、財布、携帯と、私喫煙者なんでタバコ入れるのちょうどいいんですよね。確かに。こちらデザイナーがオルセン姉妹って言って、ハリウッド女優で有名なんですよね。そうですね、結構ちっちゃい時から有名ですね。はい、はい、で妹もゴジラの映画に出てたり、キャプテンアメリカに出てたり、もうめちゃめちゃ有名なハリウッド女優ですよね。そうですね、あと多分アベンジャーズとかにも出てるんで、結構な女優さんですね。でもこれブランドスタートしたの、オルセン姉妹が20歳で。20歳で作れちゃうんですか、そんないいもの。そうですね、だからもう本当にいい家柄かもしれないです。俗に言うセレブっていうやつなんですかね。そうですね、子供の時からおそらくいいものを見て育ったと。その感性がブランドに生かされてるっていう。そうですね、はい、でやっぱり実際家具とかも結構すごいの持ってたり、もう本当にファッションに若いのに精通してますね。すごく素晴らしいブランドですね。はい、もうで私今と今日はこれ実はシューズもザ・ローなんです、はい、そうなんですか。はい、初めて見ます僕。はい、これもやっぱり スコッチグレイです。志望側ですね。はい、志望側です。はい、私も好きな。メンズもあるんですか。あ、これメンズです。メンズです。2018年からメンズが始まったんですよ。最近始まったんですね。はい、それから私もいろいろチェックしてますね。でちょいちょい買ってるって感じですか。そうですね、他にはバッグとかも、大きめのバッグとかも持ってます。ちょっと次なんかそういうのも見てみたいですね。はい、じゃあ次それこっちじゃなくてそっちでいきます。はい、お願いします。はい、はい、では早速次行きたいと思います。はい、こちらですね、トリッカーズアークネッツ別注のやつですね。バタフライッシュ、ディレクター買ってたんですね。はい、もうこれ買うでしょ。刺繍がいいですよね。はい、もうこれ刺繍もいいですし、この なんていうんですかね、この細い木型がすごいセクシーですね。なんか上品ですよね。はい、ちょっとオペラシューズって言っていいんですかね。トリッカーズではすごい昔から人気のモデルですね。そうなんですね。はい、チャールズ皇太子が最初履いたのがきっかけで、もうトリッカーズも王室御用達ブランドっていうことで、これたくさん種類あるんですよ実は。そうなんですか。はい、クラウンだったり、あとカモメだったり、はい、いろんなモチーフがあるんですけど、はい、まあ、アークネッツはあえて今回バタフライ。それはなぜバタフライ。ちょっと気分じゃないですかね。そういうことですか。はい、今ニードルスが人気で、バタフライモチーフすごい人気なので。ああ、なるほど。はい、その辺も含めてこのバタフライになるのかなと思います。合わせて履いたりとかしてもいいですよね。そうですね、まあこうちょっとこう足元に入れるだけで、一番足元ってやっぱり目立つんで、おしゃれ感出ますよね。結構ワンポイントでいいですね、その調理。はい、もうシンプルな格好にこれちょっとここバタフライ入ってることによって、あ、ちょっとこの人おしゃれしてるのかな。そうですね、なんかすごいこじゃれた感じですごくいいですね。はい、そうそうそう、それが言いたかったんです。あ、そこじゃれた感じで、こじゃれた感じで、はい、すごくいいです、それ。はい、次はこちらですね。どちらですか。え、見てわからないですか。いや、分かってました。ゴールドですよね。ますよね、はい、これライブでもちょっと前にライブで紹介した。はい、もうこれは買いますよね。中にダウンもついてるしで。はい、もうこれまあ、説明はいらないと思うんですけど。そうですね。はい、インナーダウンがついてて外せて、まあ今の時期だと1枚でいいかなと思うんですけど。冬になったらつけてとかで。そうですね。こちらはもう間違いないですよ、これ。これ珍しくおすすめします。本当ですか。はい、これアークネッツが、まあ、ゴールドウィン初コラボっていうのもあるんですけど、これはかなり完成度高いです。
どうですか監督。それいいですよね。はい、サイズ感も非常にいいですね。これで私が M サイズ172センチでしか言っているから、はい、60キロで M サイズですね。これで私ちょうどいいと思うんですよね。程よい感じで本当に。ジップ上げていいですか。はい、はい、締めてもかっこいいですね。かっこいいですよね。でこの辺もまあ今締めてなかったんですけど調整きますし、これ最高ですよ。もう機能性とかも喋る必要ないと思うんですよね。そうですね、もう抜群にいいですよね。はい、今年の冬監督におすすめです。本当ですか。はい、かっこいいですそれ。はい、でゴールドウィンが作ってるんで、はい、そこも間違いないですよね。はい、間違いないですね。前回のライブでもお話したんですけど、まあゴールドウィン一応細部へのこだわりがもう本当すごいブランドなので、細部へのこだわりをこだわってるので、こだわり抜いてますね。もう、はい、もうこれは本当にやばいです。本当にちょっとそれ買おうか迷ってます。はい、完売前に購入をお勧めします。あ、ちょっと考えます。はい、はい、次はまたバッグですね。アキレクトバッグ好きですね。はい、こちらですね。それはどこのバッグなんですか。ナウハウです。ナウハウですか。はい、あんま聞いたことないんですけど。あ、まあまあその通りで、ナウで今、ハウでどのように、ナウハウ。ナウハウ、ベルリンのブランドですね。ベルリン、へえ、はい、すごい。ただあの日本人です。デザイナー2人とも靴の修理をベルリンで営んでる人と、はい、振付師ですかね、もう一人の人は振付師。確かなんか異業種がなんかコラボして、はい、そうですね。でも本当に結構いい作りしてますし、はい、すごいこだわって作られてる感じしますね。なんかその白っぽくなってるの柄なんですか。いや、これはもともとモールスキンです、はい、モールスキンを蜜蝋でコーティングしてるんですかね。だからそのちょっと白っぽく見えるんですね。はい、そうですね。これも非常に表情あっていいですね。これウェアあったらちょっと欲しいですよね、この表情。あ、逆にウェアで。これただですね、この見た感じほど重い感じじゃないです。なんか軽そうですよね。はい、意外に軽いです、この見た目よりも。でも逆に重厚感がある見た目で軽いっていうところがすごい気に入ってますからね。意外に私やはりこのぐらいのなんですかね、手下げはだいたいこのぐらいの大きさが好きなんですよね。なんか普段使いで本当に使いやすいですね。はい、だからこれからなんか秋すごい活躍しそうですね。この加工ちょっと面白いんで、ちょっとなんか参考にしたいですね。ベルリンに連絡してなんか作ってもらいたいです、ね。ちょっとすぐ、はい、連絡。ちょっと話それましたけど、はい、防水性もあるので意外と、はい、あ、じゃあ本当に機能的ですね。すごい気に入ってます。おすすめですね。なんかディレクターって結構いつもバッグ綺麗に持ってますよね、はい、そうですね。私トートバッグとかもアイロン掛けするので。アイロン掛けですか。はい、バッグ類もコットン、キャンバスの場合はアイロン掛けします。すごいですね、はい、こだわりが。まあこれなんかはあのクッキングペーパーを、クッキングペーパーですか、はい、間に入れて、はい、こうクッキングペーパーって、あのクッキングペーパーですか、はい、入れて、はい、傷まないようにこう。すごい豆知識ですね、はい、そうですね。っていうかあの私も毎日手入れが忙しい感じなのでなるほど。じゃあほとんどじゃあ手入れで終わって。そうですね、シューズに関してはあの前にお話したようにメンテナンスのところに入院させますし、ジュエリーもあの入院させます。シーズン終わると夏場に使うアクセサリーはアクセサリーで、またあの磨きの専門のところに入院させます。でまたあの戻ってきて夏にピカピカで使うと。いいサイクルですね。はい、バッグもそうですし、あのシーズン使う前にしまう前に手入れをして、また使うシーズンだったらあのまたもう一回綺麗かどうか確認して、まあ、こういうトートバッグだとあのアイロン掛けをして、はい、ちゃんと持つ。すごいこだわりで、ちょっといい勉強になりました。はい、次はこちらの小森シャツですね。なんかディレクターの定番って感じですね。はい、でもこれ定番の小森シャツじゃないんですよ。違うんですか。はい、これ生地がツイルなんですね。違いますね。はい、でこちらはワンサイズぐらい大きいんですよ、普段の小森シャツ。あ、でも確かになんかディレクター着てるの見るとなんかちょっとぴったりとしてる感じがしますね。ちょっと今後出るかどうか分かんないですね。今回初めて出たんですか。はい、今回初めてです。これこのサイズ感でこのツイルで小森シャツは、はい、細番手で張り感もあって、ちょっと通常の小森シャツより私こっちの方が好きですね。ボタンもちょっとだけ大きいんですよ、サイズが。変えてるんですね、そういうところまで。はい、ちゃんとサイズ感が大きくなったんで少しボタンの大きさ変えてるのかな。すごい細かいところまでこだわりが、はい、結構これお客さん多分気づいてないと思います。アークネッツも問い合わせは小森シャツばっかりで、このツイル小森シャツはそんな問い合わせ来てないので。結構穴場なアイテムですか。そうなんです、そうなんです、そうなんです。だこれちょっと見た方には、小森好きな方にはおすすめします。すごい今日いい情報ですね。はい、私はいつもこっちを着てます。
ディレクターでそれサイズおいくつですか？のサイズ2番です。じゃあ別通常のコモリと同じサイズで。そうですね、ただあのさっき言ったようにワンサイズからハーフサイズぐらいちょっとゆったりしてる。絶対おすすめですね、このシャツ。来シーズンは出ないです。じゃあ本当に買うなら今シーズン。そうですね、ちょっと今後わからないですけど、とりあえず来シーズンはもう出ないです。出ない。これは結構要チェックのアイテムです、ね、こちら私は2色買いしました。さすがです。はい、白ブルー、よかったらおすすめです。はい、次は MBT ですね。サンダルですね。はい、もう季節感ないんですけど、これは紹介したいんですよね。ライブでも紹介しましたけど。そうですね、以前やりましたね。はい、まだなんかあんまり皆さん気づいてないような気がします。何を気づいてないですか？ディレクターすごいですね、このサンダル、はい、そんな動きするんですか？はい、はい、やっぱりこのサンダルですよね。秋も、秋もディレクター言ってましたもんね。はい、秋もサンダルですね。普段ちょっとラフでなんか秋までサンダル履いてる人いるんですけど、はい、私はあえてこう足元の抜け感を出したくてサンダルを、一応言い訳なんですけどでもさすがですね、はい、僕はあの違う方の意味でサンダル履いてます。そうですね、はい、リラックスするために履いてます。リラックスするために履いてます僕は、はい、私は一応このなんかちょっと足元に抜け感出したいんですね、はい、でやっぱりこれもまた秋なのに買いました。はい、欲しい欲しいと思ってたんですけど、はい、だからようやく買いました。すごいですね、ソールのこの反りっていうんですか。そうですね、姿勢をリセットしてくれるって言われてて、はい、健康サンダルです、分かりやすく言うと、はい、歪みを直してくれるんですね。歪みを直してくれるんですか。私これもそうですし、いつも履いているフットワークス、あれもそうですよね。確かにそうです。私密かにこのサンダル履いてちょっと姿勢を歪みを直してるんです。さりげなく、自分なりにさりげなくやってた。それもあるんです。そうなんですね、はい、これなんかもう結構立ってるの大変です。あ、本当ですか。実際ちょっと履いてみてもらってもいいですか、はい、それ履いてみますか。あ、お願いします。はい、なんかすごい、いや身長伸びますよね。はい、なんか大きくなった感じしますね。はいはい、はい、あ、そういいですね。はい、いいんですよ、はい、ただこう立ってる時はこう安定感ないですよ、はい、だからやっぱその安定感を持つために体幹を使うから。あ、そうですね。だから私これで一応筋トレしてるつもりなんです普段から。はい、腹筋背筋をつけるためにこれ履いてるんです。あ、確かに使うんですよ。すげえ。ファッション系の仕事の人履いてる人多いです。本当おすすめです。これ僕猫背なんですけども、はい、それ履くとあれですかね。いや、ただもうこれはなんかちょっと問題になってくるんで、あんまりでなるっていうと、はい、問題になってくるらしいですよね。あ、健康的なものは、健康的なものは、はい、あんまり触れない方がいいです。そうですね、ただなんか意外と楽しいんですよこれ。あ、どういう意味ですか。いや、これ揺れるから、はい、ちょっと歩きづらいし、はい、なんか歩いてるのが楽しくなってくるんですよ、これ。あ、なんかこの不安定さが、不安定さを楽しんで歩くみたいな。そうですね、こう前に行ったらこう立ってますし、はい、後ろだったらこうだし。あ、本当。なんかなんとなく、確かにその、なんかその動きだけでもなんかちょっと筋肉使って、なんか楽しいサンダルってことで。あ、いいですね、新しいです。はい、はい、もうこれ楽しいですよ。これ子供のやつだと思うんですよ。あ、もう多分一生無限大にやってますね、はい、もう止まんないやつですね。はい、はい、そういう感じです。これはなんですか、そんな。いや、見てわかるでしょ監督、はい、モンクレールです。めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですよね、これ、はい、モンクレールで、はい、ダースでダウンで。そうですね、こちらがダウンで、これは結構考えられてますね。やっぱここにダウンを入れないことによってちゃんとすっきり見えて。そうですよね、うん、でも寒さをカバーするためにしっかりここにダウンを入れて、でだからなんかバランスが取れてるんですね。後ろはどうなってるんですか。後ろはそしてダウンが入ってるんですよ。ああ、キルティングなんですね。はい、ちょっとかっこいい。だからすごいなんかデザイン性を考えて、でも機能性も考えて作られたタイプかなと思います、こちら。すごいですね、はい、かっこいい。ここあえてやっぱりこう後ろがレザーじゃないとがいいですよね、また。そうですね、うん、まあ、パッと見後ろレザーかなと思ったんですけど。そうなんです、表だけこのスタイルを保ちつつ、はい、腕と背裏、背中の方をダウン入れてるっていう、はい、あったかいけどすっきりしてる。背中あったかいと結構体温まりますもんね。そうなんですよね、これはちょっといいですね、はい、ここが気に入って買っちゃったんですよ。そうですね、はい、ただこれアークネスで売ってないんですよ。あ、またですか、はい、また違うところで買っちゃったんですよ、はい、これちょっと申し訳ないですけど、はい、別のところで買ってしまって、はい、まだまあ季節的に寒くないじゃないですか。まだそうですね、だから本当買ったばっかり、ほらまだタグついてるんですよ。本当そうですね、まだ切ってないんです。まだ切ってないから、本当ほやほやって感じですか。はい、買ったばっかりです、こちら。あ、じゃあそれを持ってきていただいたんですね、はい、今日は。もうこれもちょっと悩ん
んだので。どういうことですか。あ、悩んで悩んで、あ、悩んで買った。はい、もう今年の一着として、はい、モンクレールはこれがいいかな。いや、似合ってます。ただ監督あれですよね、はい、うちもたくさんのモンクレールが見れるイベントありますよね。イベントあります。11月の5日土曜日から11月の13日の日曜日まで、モンクレールのモアバリエーションフェアを開催します。例のやつですね。はい、いろんな種類のモンクレールがいっぺんに見れるフェアですよね。そうです、結構数揃うと思うので。で、モンクレールジャパンのスタッフの方も来てくれる。はい、なので多分結構説明聞いてとかで、はい、いろいろ教えてくれるので、はい、多分いいイベントだと思います。そちらだとなんか結構こう見たことないアイテムたくさん出てますよね。そうですね、弊社で扱ってないやつとかも一応揃うので、はい、すごい見応えもあって楽しいイベント。おすすめですね。おすすめなイベントなので、はい、はい、でしかもあのですね、11月の5日と6日の2日間だけはポイント10倍なんですよ。お、素晴らしいですね。はい、なので本当にお買い上げいただけたら、なんかカット層1枚分ぐらいのポイントはつくかなと思うので。もう本当おすすめですね。はい、ぜひ。本当に冬のダウンはなんだかんだ言ってやっぱモンクレールがどうしても冬は欲しくなりますよね。なんかいいですよね、やっぱモンクレールって。ただ値段がお高いので、正直物がいいから、やはりたくさんの中から選ばれた方がいいかなと。そうですね、自分好みの一着が見つかると思いますもんね。そうですね、だからこのイベントぜひお勧めしたいですね。はい、あとですね、モンクレール70周年なんですよ今年。なんであの人気モデルマヤのバリエーションがすごく広がって、いろんな商品が出るんですよ。そうなんですか。はい、それアークネッツでも見れますし、はい、またそのモアバリエーションにもまあいくらか出るんじゃないかな。70周年記念で展開しているモデルが、はい、私もちょっと気をつけたいですね。もう買ってしまったので。ディレクターも行ったらなんかもしかしたらまた、いや、だからないように一着見つかっちゃうかもしれないですよね。はい、ちょっと行かないかもしれないです。あ、本当ですか。怖くて怖くて自分がそれはそれで寂しいですけどね。ちょっと自分を止める自信がないので、ちょっともしかしたらディレクター行かない方がいいかもしれないかもしれないですよね、はい、私の場合。でもなんかちょっと覗いてみて、はい、いや、でもだから、でもおすすめですね。まだ買ってない方にはおすすめです、モンクレールの、はい、今年。そうですね、これから寒くなるんで、はい、一着見つけてほしいですね。そうですね、おすすめです。はい、監督以上です。以上じゃないです、ディレクター。何ですか。僕一個気になってるのがあるんですけど、はい、何ですかそれ。ラックの一番こっち側にかかってるの何なんですか。それ今日着てきたやつですよね。いや、そうです、着てきたやつなんですけど、はい、なんか紹介してなかったから。これ昨日買ったばっかりです。ほやほやなんですかこれ。はい、これ昨日買ったばっかりです。もしよかったらなんかちょっと軽く紹介してもらってもいいですか。あれ、いいですか、また紹介して。ちょっとしょうがないです、あのプラスワンということで。あ、そうですか、プラスワンですね。またプラスワンで、はい、はい、じゃあちょっとこれ紹介します。はい、お願いいたします。はい、はい、着てきました。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですね、迫力ありますよね。いや、すごいですね。はい、これゴールドです。ゴールドも、はい、ゴールドの今季スカジャン久々に出たんですよ。あ、そうなんですね。はい、でもこれ今までで最高傑作ですね。多分私今までスカジャン見てきて、はい、これ多分一番いいと思うんですよ。こう後ろもジャパンマップです。おー、かっこいい。かっこいいですよね。刺繍綺麗ですね、本当に。すごい綺麗ですね。一応前にもお話したんですけど、ゴールドを作ってるあの東洋エンタープライズ、そこが今シーズン発売されてたんですけど、はい、今年は幼児山本スカジャン作ってます。以前にはクロムハーツも作ってますし、今年ももしかしたらコムデギャルソンも作ってるかもしれない。結構大御所なところを作ってて、はい、もう全部作ってるところがこのゴールドを作ってる東洋エンタープライズ。すごいですね。はい、もう世界ブランドですよね、本当は。はい、すごい。スカジャンだったらもうこのゴールドはナンバーワンだと思います。すごいしか言葉が出てこないですけど。一番おすすめですか、やっぱり。はい、おすすめです。ちょっと反対側も着てみますか。あ、お願いします。はい、はい、反対側着てきました。グリーンかっこいいですよね。裏側でグリーンで、で後ろにゴールドって入ってます。あ、しかもタイガーですね。はい、かっこいい。いいですよね。これあとですね、私実際このヴィンテージ近いの持ってたんですよ。ああ、そうなんですか。はい、このウールのスカジャンって私他のとこで見たことないです。ヴィンテージでは存在するんですよ。でヴィンテージでもすごい希少なんですけど、実際このウール、片側ウールで反対側がアセテートっていうスカジャンは多分ゴールドしか展開してないと思います。じゃあ本当になんか忠実に再現してるっていうか。はい、だからこれはもう本当に発売と同時に買いました。ディレクターがもう、はい、急いで買うぐらいだ。はい、これはもう SM は完売ですね、申し訳ないですけど。あ、
完売しちゃったんですね。はい、今日時点だと LXL が。あ、じゃあちょっと大きいサイズしかない。そうですね、それだけ人気なんですね。そうですね、これもう本当に私より身長が高い方はおすすめですね、はい、スカジャン好きな方には、はい、ぜひなんかちょっと狙っていただきたい一着ですね、はい。監督どうでした？いや、今日もいろいろ見れてよかったです。楽しかったです。あー、よかった。それは大丈夫ですかね、これで。いや、ダメですね。ダメですか、はい、監督ダメですか。結構頑張ったんですけど、もう一個だけ僕気になるのあるんですよもう一個気になるって全部紹介してきましたよ。紹介したと思うんですけど、はい、今日ディレクターがスタジオに入ってきた時のコーディネートがちょっとかっこよかったんですよ。本当ですか、はい、いや、これ着てましたよ。これ着ててなんか腰に巻いてたじゃないですか。あ、巻いてましたね、はい。なんかちょっとせっかくなんで、はい、コーディネートもちょっと紹介してもらってもいいですか。腰に巻くだけですよ。腰に巻くだけですけど、なんか結構インパクトあってかっこよかったんで。あ、本当ですか、はい、じゃあ巻いてきます。あ、お願いします、はい。出勤の通りです。腰に巻いてきました。これです。これかっこいいですよね、はい。お気づきかもしれないですけど、私腰に巻くの好きですよね。いや、好きですよね、ディレクター、はい。腰になんかちょっと巻くと落ち着くんですよね。そうなんですね。はい、何か言って。はい。デニムシャツですか、それは。これデニムシャツですね。どこのなんですか、それ。これ紹介しますか、じゃあ。じゃあ、最後にそれ紹介してもらってもいいですか。じゃあ、今ちょっと脱ぎますね。はい。はい、着てきました。腰に巻いてたデニムシャツです。こちらはどちらの？これローバック、ローバックスって書いてあるんですけど、はい、ヴィンテージです。あ、ヴィンテージなんですか。はい、これおそらく60年代ぐらいですかね、ウエスタンシャツ。なんかあんまヴィンテージ見えなかったですね。そうですね、これも最近買いました、そういえば。最近ですか。アークヴィンテージで。あ、アークヴィンテージで買ったんですか。はい、買いました。ちゃんと買ったんですね。そうですね、抑えました。すがです。それ買うって。あ、買うっていうので。はい、結構珍しいものなんですか。そうですね、珍しいっていうか、すごい形もいいしサイズ感もいいですよね。なんかあんま古着って感じはしなかったです、僕見た時に。あ、本当ですか、はい、これ結構いいと思いますよ。かっこいい、はい。ちょっとウエスタンシャツ、レミレリーフもいいですけど、ヴィンテージもいいですよね、はい。あ、なんか迷っちゃいます。監督どうでした。あ、なんか今日もいろいろ見れて満足しました、はい。満足してなさそうですよね。満足、暴れました。はい、多分ディレクター本当はもっとなんかいろいろ持ってるんじゃないかな。いや、もうこれで本当目いっぱいです。目いっぱいですか。はい、僕この企画勝手に月1でやろうかなと思ったんですけども。いや、監督さすがに月1は辛いですね。月1辛いですか。はい、ちょっともうちょっと時間空けてほしいですね。どうしますかね、11月とかだったらどうですか。11月までだったらなんとかします。本当ですか。はい、頑張ります。じゃあちょっと11月またお願いいたします。はい、監督今度は家で使うものとかそういうものでもいいですか。あ、僕そういうの見たいです。全部洋服だと結構大変ですね。そうですよね、はい。でもなんかちょっとインテリアとかそういう小物とか。あ、そういうものでもいいんですか。すごくいいです。じゃあなんかこうコメントいただくと分かりやすいですよね。そうですね、そういう見たいものとかお気軽に。そうですね、いただければまたそれ用意します。私洋服以外の方が意外に買ってるかもしれないんで。そうなんですね、いつもの話のように小物とか。そうですね、確かに、はい、次また期待してます。本当ですか。はい、じゃあちょっと次も頑張ります。今日はありがとうございました。